1849年ゴールドラッシュのチラシ、フォーティナイナーズとは1848年のアメリカ合衆国カリフォルニアでの金発見に伴い、翌1849年、金を求めてカリフォルニアに殺到した人々、49年者、49年組、アメリカンフットボールのプロチーム、サンフランシスコフォーティナイナーズ、上記に由来する、イタリアのバンド、フォーティナイナーズを指す。 本校では、1について述べる。先行パンを使う、老人米牧戦争の勝利とそれに続く1848年5月のグアダルーペイラル5条約によって、アメリカは1、825万ドルと引き換えに、メキシコ活情地を得た。これは、現在のカリフォルニア州、ネバダ州、ユタ州の全域とアリゾナ州の大部分、およびニューメキシコ、ワイオミング、 コロラド各州のそれぞれ一部にあたる。それに前後して、1848年1月24日に、農場主ジョンサッターの使用人であったジェームズ・マーシャルが、サクラメント東方のアメリカン川で砂金を発見した。発見者はこれを元手に、農業経営の拡大を考え、当初は秘密にしていたが、噂はすぐに広まって、文字通り、新天地となったカリフォルニアには、 近郊脈目当ての山市や開拓者が押し寄せることとなった。アメリカ東部からは主に次の3つのルート、船で南アメリカ大陸南端を経由船で、パナマ地境を経由滅場車で陸上を移動で、カリフォルニアに到着した。旅行途中で病死したものも多かったが、1849年の1年間だけでも8万を超す人々がカリフォルニアに到来した。当時の記録を見ると、農民、 労働者、商人、小敷屋牧師までもが、一攫千金を夢見て、カリフォルニアへ流れ込んだことが記されている。彼らは、アメリカ国内の一般労働者の日給が1ドル、程度だった当時にあって、毎日10から20ドルを稼ぎ出したとさえ言われている。しかし、フォーティナイナーズで成功した人はおらず、むしろ多くは破綻したとされる。というのも、 当時のアメリカン川の近郊はほぼ露天掘りに近く、誰もが金を採取できたために、逆に一度にあまりにも多くの人々が殺到して、生活物資の供給不足を招きインフレーションが起こったせいである。小麦価格は40倍になり、土地価格では16ドルだったところが4万5000ドルに跳ね上がった例もあったほどである。成功者はむしろ、フォーティナイナーズの周辺で生まれた。有名なのが、 リーバイス創業者のリーバイ・ストラウスである。彼はまたテントや入馬社のホロを作るためにキャンバスホルノを準備し、最高者たちに販売することで財を成した。また、サム・ブラナンは金採掘に必要な道具を独占することで距離を得、ヘンリー・ウェルズとウィリアム・ファーゴは輸送手段や金融サービスを提供して利益を上げた。今日のウェルズ・ファーゴの始まりである。また、フォーティナイナーズの多くは、 ヨーロッパからの移民であり、中には、ドウ栽培とワイン醸造の知識を持つ者も,も少なく、なかった。こうした中から名産としてのカリフォルニアワインが生まれている。1850年サンフランシスコの港フォーティナイナーズの到来は、カリフォルニアが早くも1850年に州に昇格する原因の一つとなった。カリフォルニアの人口急増は、州への昇格をめぐって、 南部と北部の対立に拍車をかけることとなったが、それに際してカリフォルニアが自由州として連邦に加入する代わりに、北部諸州にはより厳しい奴隷逃亡取締法を施行するという1850年の妥協が成立した。この妥協はやがて南北戦争の伏線となる。ゴールドラッシュはカリフォルニアから西部各地に飛び火し、フロンティアラインは西から東へと進むこととなり、 大陸横断鉄道の完成を流した。人口数百人だったサンフランシスコは、金の半室港となって、活況を呈した。ーティナイナーズは、白人の生前運動を一層加速し、平等思考とフロンティアスピリットを特質とする、西部社会の形成に、重要な役割を果たしたが、依然として、ネイティブアメリカンへの圧迫は続き、やがて彼らは、以前にも増して追い詰められていった。 ありがとうございます。